私の心をあなたは受け止め、私の心を休ませてくれると言ったけれども、僕の想いは大きくは黒で、本当に汚くて苦しくて、祈りの歌次は、夜中ピアノを弾いていました、全くそのままなんですけども、私ももうちょこちょこと曲を作り始めて数年、いいものもあればなんだこれっていうのもあるし、ただどうして作るのかな、なんで作りたくなっちゃうんだろうかな、自分のためなのかな、人のためなのかな、それとも両方なのかな、そんなことを考えながら夜中に、ピアノを弾いていました。弾いていました。
ありがとうございます。